皆さんこんにちは、武田塾塾長の林です。武田塾卒業生の車屋です。はい、武田塾は無料受験相談といっても数々の、お悩みにですね、まあ、メールだったり LINE だったり直接ね相談にも乗ってきましたけども、はい、このね動画でもね答えていってしまうというね、はい、この受験相談 SOS という企画ですね。はい、今回の相談はこちらです。来ましたよ、ゼミ。ヨゼミはどうなんでしょうか。ヨゼミはね、はい、やっぱりね何度も話してますけれども、ね、机の可愛い生徒の寸大講師のヨゼミなんですよ。まあ、講師がやっぱり特徴的、はい、あのねそのいい先生がね多いんだけど、はい、個性的なんだよね。個性的、うん、あの、はい、まあね、まあ、ここだけの話ね、はい、その東進ハイスクールもちろんいい先生が多いんだけど、はい、まあ、映像授業とかで先生を本当に少数生にしてるから万人受けしないといけないの。ああ、そうですね。そう、はい、だからもう超面白いんだけど、いやなんかもうチャラくてもう受験なのに嫌なんだけどみたいな女子生徒とかがいたら少数生だからね、そのでもその教科が嫌だって言ったら他に先生があんまりいないわけだから、確かに、だからね結構いい先生で万人受けする先生を取る印象がやっぱ東進とかあるわけね。確かに。対してヨゼミはリスク取ってる感じしますよね。せめてこの先生全面に出しちゃうみたいなね。いやだって体験授業でこんな卑猥な話して大丈夫なんですかみたいなことをするんですよ。だからめちゃくちゃ面白かったり、はい、この先生マジいいって言ってドハマりすることもあればちょっとパスなんだけどってね、やっぱそこがヨゼミの強さの源泉といいますか、まあそうですよね。でやっぱ年俸制なんですよ、給与制とかね、かそこもすごいですし、だからね、まあまあ、例えば、はい、科学の亀田先生っていうのがいるんです。亀田先生、はい、これがねもうすごいカラフルな服でね、なんか俺以外の科学の授業意味あんなぐらいなノリで、はい、もうみんなが狂ったようにこうですねカラー蛍光ペンとか、ね、色ペンですげえ濃度作るんですよ。でもやっぱりそれで科学の先生がぐんと上がって医学部行っちゃったりするんですよね。そういう個性的なすごい先生が多いイメージがありますね。でなんですけど、はい、そのすごい先生が、はい、まあ、ちょっと当時も最近リスクを取り始めてあの引き抜いちゃったんですよね。だやっぱりヨゼミのやっぱねイメージとしてあのその元暴走族のね古文の先生の吉野先生とかね、それも引き抜かれちゃって、元電通での今井先生ね、これも結構あの有名だったからそれも当時に行っちゃったし、でもやっぱり天下のポレポレの西京寺先生はいまだにいらっしゃいますし、やっぱ富田先生とかもね有名だし、あの日本史とか世界史もねたくさんね有名な先生いますから、そういうちょっと個性的で、ちょっと僕のね偏見ですよ、分かりませんけれども、おそらく全予備校の中で、あ今関係ない話してんなっていうことで90分授業のうちに一番雑談が 何分話してるかなってストップウォッチで話して延べで戦ったらヨゼミが圧勝するんですよ、私はね。そういうような、なるほど、まああのその先生にハマって勉強するというような、もちろん教え方もすごいんだよ、なんかそういう講師力で打ってる感じで、東進の先生もいいんだけど、まあ雑談少なめだよね。ドハマりする先生っていう量で言ったら、うん、よいお店みたいな。そう、だからハマんなかったらどうするんだって、ね、確かに。でも別にね、その教え方もいいですし、うん、ポレポレやったでしょ。やりましたよ。やっぱ神がかってんじゃん。神がかってますね。基本はここだからのポレポレですね。ね、そのね、このギャップのね、レベルのね、そうかって話してたね。まあね、あの、いろいろ話してますね。はい、そうですね。ね、まあ、いろいろ他の参考書の話でね、その辺は見てほしいですけど、やっぱそういうね、でヨゼミはね、あとね、その河合塾のさ参考書と、はい、すんだりね、やっぱ統一感があるよね。そうですね。でヨゼミのこの統一感のなさ、確かに。その先生のお任せ感ね、そのね、銀色でのギラギラ光ってる参考書があるからね。あ、ね、眠れぬな。そう。あんなん出していいのみたいなね。そう、そういうところがやっぱね、あのヨゼミの好きなところですよね。はい。確かにね、投資に負けずに頑張ってほしいなと思います。はい、今回は以上です。ありがとうございました。